週間の天気をお伝えします。明日4月1日金曜日は北海道から北陸にかけて雨や雪の降りやすい天気です。関東でもにわか雨に注意してください。4月に入ると強い寒気の影響で気温が下がります。東京の最高気温は4月1日金曜日、4月2日土曜日とともに13度予想となっています。4月5日火曜日頃になりますと20度前後の最高気温に戻ってきます。気温のアップダウンにお気をつけください。また4月2日土曜日は晴れるところが多くなり、お花見のチャンスですが、気温が低いためしっかりと防寒をして楽しみましょう。以上、週間の天気をお伝えしました。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースでもご確認いただけます。